皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気です。ありがとうございます。<laughs> さてさて、ネットフリータイムということで、ネットフリックスで今すぐ見れる、今すぐ見れる作品を紹介しております。今回は、約10年前の作品ですね、もう。 映画館に見に行ったんですけど、長すぎて途中で一回トイレ行きましたね、私。はいはい。一回二回多分一回だと思うんですけど、2時間37分の対策レ・ミゼラブルでございます。レ・ミゼラブルというと、まあ、あ、解説文読みましょうか。えー、ビクトル融合原作。 1985年以来、世界各地でロングラン上演されてきたミュージカルを映画化。無償の愛をテーマに、壮大な物語が綴られる。そうなんです。ビクトル・ユーゴーの原作から映画化したんじゃなくて、 ビクトルユーゴ原作のレ・ミゼラブルという世界各地でやっていたミュージカルを映画化したんですね。なので、皆さん歌います。特にね、特にもう歌がうまいので有名なヒュージャックマンの素晴らしいこともー いや、ヒュージャックマン、ほんといいなって思いますね。はい、はい、はい。もう長生きしてほしいなはい。4回皮膚癌の手術やってますからね。はい。オーストラリア出身なんで、紫外線が強いんですよ。あの、オゾン層がね、ないんでね。<laughs> 一部。<laughs> 長生きしてほしい、ヒュージャックマンには。笑顔でいてほしいなまだまだ。はい。そして、 私が結構驚いたのが、ラッセルクロウ歌うめえじゃんっていうところですね。ラッセルクロウこんなにうま歌、うま,う,たう,たうまかったんだって感じで。あの、なんて言うんですかあの、まあ、ボーカルトレーニングもちろんしたんでしょうけど、はい。まあけど、声がいいなとと思いましたね。声、まあまあまあ、俳優さんみんな声いいですからね。はい。 で、アン・ハサウェイがね、なかなかいい役しててね。はい、アン・ハサウェイ僕好きなんでね、はい。ちょっとひいき目で見てますけど。<laughs> はい。いやー、本当にこれ、いい映画ですよ。本当に。はい。はい。これ、あやっぱりね、ちょっと暴力的なシーンが多いんでね。 高高校校生生生かからら見見れますはいいいてくだささ、はい、中学生の方ごめんなさい本当はね、本当はこういうのってね、中学生の時多感な時期にね、見るのがね、本当はいいんですけどね、どうしてもね、こう映画ってとかそういう作品ってね、こう規制が入っちゃうんでね、ごめんなさいね、本当ね。僕なんかはもう見ていいんじゃないかなと思うんですけどね。 だって小説は読んでいいんでしょなんで映画じゃダメなんですかって刺激が強すぎるからか。視覚的なね。本当は見てほしいです。はい、こっそり見てください。こっそり。こっそり。はい。はい、ということで、今回は、レ・ミゼラブルの紹介でした。ネットフリと振り万歳ということで、また別の配信でお会いいたしましょう。さようなら